皆さんこんにちは、トロピカチャンネルへようこそ。どうも、トロピカプレゼンテーターのぶっちーです。今回はメダカの理想とは、体型、飼育環境などメダカにとっての最適を考えるというテーマでお話ししていきたいと思います。じゃーん、見てください。これうちのスタッフがね作ったんですよ、この水槽。めっちゃかっこよくないですか？もう自分家に水槽置くスペースがないからってスタジオに勝手に水槽を建て始めましたので背景に使わせてもらいます。ということで今日はメダカについて。そろそろ皆さんとこのメダカも春の気配を感じて動き始めたのではないでしょうか。そんな寝起きのメダカの様子、よく観察してみてください。去年の冬眠前よりちょっとほっそりしてませんか？そうなんです。代謝が極端に落ちるこの時期はエネルギー消費が抑えられる一方で、ほとんど餌も食べなくなります。そのためじわ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 と冬の間に痩せていくんですよね。そして春、メダカたちの食欲は復活。しっかり食べて健康的にぷく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 太っていきます。そこで今日は全国1億人のメダカ愛好家の皆様のために、メダカの理想の体型、そして理想の飼育環境についてお話ししていこうと思います。今日のお話はこちら。1つ目、メダカの理想的な体型。2つ目、メダカの理想的な飼育環境。そして3つ目、メダカに適さない飼育環境とは。どんな状態が果たしてメダカにとって健康であると言えるのか、メダカに聞いて答えてくれたらいいんですけどね。なかなかそういうわけにもいかないから、体型で判断しましょうというお話です。君たちは健康かい？虫ですわ。言うなれば、これからやるのはメダカの健康診断。お医者さんは全国1億人のメダカ愛好家の皆様。そう、あなたです。あなたがブラックジャックになるしかないのです。というわけで早速解説していきましょう。メダカの理想的な体型。普段何気なく見ているメダカたちも、よく見ると一匹一匹体型に違いがあることがわかります。実はメダカにも理想の体型というものがあり、人間と同じく餌を食べ過ぎれば肥満になりますし、体調を崩せば痩せてしまうこともあります。メダカの体型は体調や育ち具合によって変化するため、日照時間や水温、水流などの飼育環境を整えてちょうど良い体型を維持することが健康なメダカを育てる秘訣です。メダカの体型は見慣れていないと判断がつきづらいところがありますので、毎日じっくり観察することが大切です。体型からメダカの状態を判断できれば、餌の頻度や量を調節したり、メダカの不調を素早く見つけられたりなど、メダカに合わせた飼育がしやすくなります。健康な状態を維持できることはもちろん、長い目で見ると生存率の向上にもつながるので、体型の良し悪しを見分ける基準を確認しておきましょう。メダカの体型は次の3点で判断することが可能です。上から見てお腹が膨れすぎていない、背骨がまっすぐに伸びている、ヒレが欠損していない。一つずつ解説していきましょう。上から見てお腹が膨れすぎていない。メダカを上から見た時に背中のラインから腹部が大きくはみ出している場合は肥満です。餌の頻度や量が適切でない可能性があるので、1日1回から2回1分程度で食べきれる量を目安に餌を与えるようにしてください。餌の与え方を変えても体型が変わらない場合は下方乱病や腹水病の可能性も考えられます。体調を崩している場合は肥満よりも大きくお腹が膨れることに加えて、下方乱病、メスのみがかかる、腹水病、泳ぎが鈍い、餌を食べない、体表が荒れるなどといった症状が出てくるので、総合的に見て病気にかかっていないか確認しましょう。次、背骨がまっすぐに伸びている。背骨が曲がっていないことも体型が良いメダカの条件です。背骨が曲がってしまっている個体は狭がりと呼ばれ、長生きできない傾向にあります。側面からでは分かりづらいときは上から観察すると判別しやすいでしょう。また外見だけでなく泳ぎ方にも特徴が出やすいので、他のメダカと比較して違和感があれば狭がりを疑いましょう。3つ目、ヒレが欠損していない。健康的なメダカは各ヒレが全て綺麗に揃っています。欠損していたり白濁充血したりしている個体は病気の可能性がありますので、適切な対処をしてください。ただしマルコというメダカは背びれを持たないよう品種改良された種類なので問題ありません。他にもヒレの一部が伸長するスワローや切れ込みが入るメラーなど、改良品種にはヒレに特徴が出るメダカも多いため、品種も加味して判断しましょう。続いて、メダカの理想的な飼育環境。続いてはメダカの理想的な飼育環境についてです。適切な飼育環境を整えることは良い体型のメダカを育てる土台になります。特に日照や水温、水流、水中の栄養量、この3点はメダカの健康に直結するため、優れた体格のメダカに育てたい時や長期飼育を見据えている場合は意識してみましょう。ここからは理想的なメダカに育てるための飼育環境について解説していきます。1つ目、日照や水温。
日照と水温はメダカの健康に与える影響が大きいため、優先して整えたい飼育環境の一つです。メダカは他の魚に比べて光を好む性質があり、日光浴や照明時間が不足しがちな環境だと次第に元気がなくなって繁殖率も下がってしまいます。お日様の光に当たることによってビタミンを生成するためとも言われています。そのため普段から1日10時間から13時間程度は光が当たるように管理しましょう。また魚は水温によって活性が変わる変温動物なので、18度から25度ほどの活動しやすい温度で管理すると健康な状態を維持しやすくなります。とはいえ季節によって水温は変化するため、冬の低水温、冬眠させる水槽用ヒーターを使う、夏の高水温、すだれで強い日差しを遮る水槽用冷却ファンを使うなどといった方法で調節しましょう。また水温を確認するために水温計は必ず取り付けるようにしてください。続いて水流について、メダカは流れに逆らって泳ぎ続けるという性質があります。これを性の双流性と言います。メダカは速い流れが得意ではないので、水流は穏やかに調節してあげましょう。小川に住んでいるイメージもありますが、実際は流れが緩い、もしくはない場所を探して住処にしています。強い水流は体力の消耗につながるため、パワーのあるろ過フィルターは避けた方が良いでしょう。製品にもよりますが、ろ過フィルターの突出量や突出口の向きを調整することで水流の強さを加減できます。屋外飼育では風などで水面が揺れることで酸素が供給されやすいため、ろ過フィルターなしで管理することも可能です。3つ目、水中の栄養量。水は透明なほど綺麗で良い環境というイメージがありますが、屋外でのメダカ飼育においては必ずしもそれが適切な環境であるとは限りません。というのも屋外飼育においては薄い緑色をしたグリーンウォーターと呼ばれる飼育環境の方がメダカにとって有益だからです。グリーンウォーターは植物プランクトンを豊富に含んだ水のことで、メダカが餌として利用できるほか、水を浄化してくれるバクテリアが多く生息している環境であるため、水質を維持しやすいという特徴があります。ただしグリーンウォーターの濃度が濃すぎると、夜間に植物プランクトンが酸素を消費してしまい、メダカが酸欠になることがあるので注意してください。飼育容器の底が見える程度に濃度を調整しましょう。またグリーンウォーターが有益なのは基本的に屋外飼育のみに限定されます。室内飼育では水は透明な方がメダカにとって良い環境です。なぜなら屋内飼育の場合はろ過装置があるからです。屋内飼育で濁りが発生した場合は速やかに水替えをして環境の見直しを行ってください。屋外飼育と屋内飼育では環境ろ過サイクルが異なるため、飼育場所に合った環境の判断を行うことが大切です。最後、メダカに適さない飼育環境。理想的な飼育環境と合わせてメダカに適さない飼育環境も把握しておきましょう。メダカにもストレスや苦手なものがあるので、可能な限り取り除いて落ち着ける環境を整えてあげるのがポイントです。1つ目、日光照明が足りない。光があまり当たらない環境はメダカに適切とは言えません。光が不足すると体調を崩したり体格に影響が出ることがあるからです。繁殖が滞ることもあるでしょう。先ほどお話しした通り、メダカは日光や光を好む性質がとても強い魚ですので、日照時間の目安は守るように意識してみてください。ただし光を当てると苔が発生しやすくなりますので、こまめな掃除を心がけることが大切です。貝やエビなどのお掃除生態を導入すると苔の繁茂を遅らせることができるでしょう。2つ目、騒音振動。メダカに限った話ではありませんが、魚類は全般的に大きな音や振動が苦手でストレスを受けます。人通りが多すぎる場所に水槽を設置する、不安定な設置台で飼育する、水槽を叩くといった環境や行動はメダカの負担になるため避けましょう。騒音振動が長期化すると体調不良や食欲不振などにつながることがあります。誰だってそうです。うるさいのは嫌です。そして最後、水草がない。水草がないこともメダカにとって大きなストレスになります。そもそも野生のメダカは水草が多く茂る環境に生息しているのですが、それには次のようなメリットがあるためです。1つ目、隠れ家や産卵場所になる。2つ目、水草の浄化作用で綺麗な水質が維持されやすい。3つ目、水流が当たりにくい。飼育下のメダカも生態や習性は同じなので、水槽や飼育容器には水草を導入して飼育することをお勧めします。ということで、いかがでしたでしょうか。メダカの理想の体型、理想の飼育環境についてお話ししました。もちろんこの動画でお話ししたことが全てではありませんが、一つの指標になったら幸いです。毎日メダカの体型チェックしてあげてください。体型といえばなんですけれども、最近僕もちょっとお腹出てきちゃってランニングを始めました。もうね、自分の体型整えること考えたら、メダカの体型整えるなんて朝飯前です。
もし僕も私もランニングしてるよっていう視聴者さんもいらっしゃいましたら、どうやったらランを楽しむことができるのか僕に教えてください。もう僕本当に辛くて週に 2,3 回もう毎回泣きべそ書きながら走ってるんですよ。ぜひブッチーと一緒にアクアリウム、そしてランニング楽しみましょう。トロピカチャンネルではプロたちの豊富な経験に基づいたアクアリウムに関する情報やテクニックを発信しています。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画も お楽しみに。